はいどうも、森ちんです。以前出した動画でね、家族がついにインフルエンザにかかったので僕もね感染病読みなんじゃないかっていう風に言ってたんですけれども、案の定インフルエンザ A 型かかりました。水曜日ぐらいから熱がひどくてね、そこでまあ病院行って話題のゾフルーザをもらって飲んだら、まあだいぶ楽になってきたので、今日あたりからねちょっとまあ動画やっていこうかなと思います。そしてね、今週もやってまいりました。1日遅れですが今週の効果ということで、よろしくお願いします。ちょっとねテンションは低めでやっていこうと思います。2月6日からですね、今週はね新しい防具シャンルが来たっていうね歌姫主演戦だったりとか、入魂祭が始まったりだとか、バレンタインのイベント、秘伝強化週間だったりとか、新しいくじフィーネが登場したりだとかっていう、大体そんな感じとなっております。一つずつ見ていきましょう。まずは不具合トラブルなんですけれども、歌つなぎのコン独奏っていうね川柳コンが今度まあ実装するらしいんですけれども、これ新しい祈り歌武器らしいんですけれども、これが先週から作れちゃっておりました。まあ今も作れるみたいなんですけれども、まあねこのコンがですね、ゼルレウスのコンだったりとかメラギナスのコンの素材で作ることが可能になっちゃっていたみたいなので、まあ作っちゃった人はもうそれでしょうがないんですけれども、まあ一応これはね今度修正しますよっていうことみたいです。そしてもう一つ不具合トラブル、こちらはね治ったやつみたいなんですけれども、求人区の大衆酒場にて大衆酒場を検索を実施した際にエラーメッセージが表示される場合がある問題が発生しておりましたってやつなんですけれども、これね去年からあった問題なんですが、これがついに治ったよということで、2月8日5時50分ということで今日ね追記がされておりました。よかったですね治ってね。そして第516回開発運営レポート来ました。とりあえずまあ1月30日のアップデートをしましたよ。でそこでね人気投票1位のタイクンザムザの天使を登場させましただったりとか、ニーヤンオートマタのコラボがね再び来ましたよだったりとか、入魂祭のシステムちょっと変わりましたよって言ってね、まあ祭りポイントについてなんですけれども、今回からですね、僕もちょっとこれはよく把握できてなかったんですけれども、噛み砕いてご説明するとって書いてあるんですが、今後は個人の入魂数が両段平均を超えると個人の入魂数プラス各種ボーナスが獲得祭りポイントになるというリファインですっていうことで、だからまあこれはね両段の平均以上の人はちゃんと祭りポイントがもらえます、両段の平均以下の人はそれ相応の祭りポイントになるよみたいな、大体そんな感じなのかな。僕もちょっとよくわかんないんですけど、インフルの頭じゃちょっと考えられないんですけれども、まあなんかそういうことみたいです。でお問い合わせ状況の方ね、ハンターライフコース90日以上登録キャンペーンについてのことが書いてあります。しっかりとね読んであげてください。まあとりあえずハンターライフコースバンバン入れとけばこれ絶対受け取ることできますので、ちょっと不安だなっていう方はね、ハンターライフ秘伝玉、ハンターライフリワードをもらうついでと思ってね、ハンターライフコース目いっぱい入れとけばいいんじゃないかなと思います。ということで大体こんな感じでございました。そして歌姫主演戦新設第28回来ました。今回はね祈祷のショーということで天守タイクンザムザ登場、獲得できる歌玉の量がアップしております。それからボーナスターゲットにもいっぱい来てますよと、それからシャンル Z シリーズが解禁されましたよと、プレビューサイトの方にもね載っていた防具なんですけれども、戦歌のショーしっかり頑張れば歌迎えのショーの時にね交換できるのでしっかりと頑張っておきたい。そして今回の記事こんな感じとなっております。そして迎撃戦の常時配信クエスト、こちらね来たんですけれども、ついにそのまあ挑戦以外は全部常設になりました。ようやくですね、やっと常設してくれたんかって感じなんですけれども、そして日替わりクエストの方が挑戦になっております。もうこのシステムもねもういらないなって思うんですけどね、正直日替わりクエストっていうのいらない気もするんですけれども、まあ一応挑戦はまだ日替わりですよってことで気をつけてください。そして今回新しく入手できる祈り歌武器は片手剣と双剣となっておりますので、後で性能しっかり見ていこうと思います。そして歌迎えの調べで交換できるものでシャンル解放剣 D とシャンルシルクね追加されておりますので、シャンルを作りたい人、シャンルの見た目いいなって思った方はぜひ交換してあげてください。そして歌玉集めのスタートダッシュに最適なクエスト、今回は4000歌玉のやつが来ておりました。もうすでに終わっちゃってるんですけどね、僕もちょっとやることはできなかったんですが、もうこの時一番うんうんうなってた時なんでね、ちょっとできなかったんですけれども、今回忘れてしまった方はしっかりと逃さないようにしていきましょう。そして、今回新しく作れる祈り歌武器の性能がこちら、片手剣は攻撃力742、黒炎属性1600、リーチ長で空毛めっちゃ長いよっていう感じ。そして続いて双剣、攻撃力686の黒炎属性1000のリーチ長で空毛めっちゃ長いよ。この武器ね、まあ属性がちょっと不遇かなって思うんですけれども、竜属性効くやつって結構少なかったりするんですが、まあでもね見た目がねかっこいいというか色合いがすごくかっこいいなっていう風に思うので、特にこの双剣めちゃくちゃかっこいいなって思うので、まあ作りたい方はぜひ作ってみてあげてください。
続いて今回から新しく作れる歌防具のシャンルのね性能を見ていこうと思います。まずは剣士ですけれども、こんな感じ。正直言うとなんかこう突出したものがないというか、尖った性能っていうわけではないかなと思うので、装備組んでてね引っかかってくることはあるかなとは思うんですけれども、剣士の方まあとりあえず作れるようにしておけばいいかなレベルかなと僕は思ってます。続いてガンナーの方ですけれども、ガンナーの方はね僕すごく強いなって思うんですけれども、空撃6、これがねすごくいいなって、 ZP とかと合わせてねすごく発動させやすくなるかなと思いますので、ガンナーの方はなかなかね使い勝手良さそうな防具あるかなと思いますので、僕はねシャンルはどちらかというとガンナーの方がメインなんじゃないかなとは思っております。そして第134回狩人祭の入魂祭が始まりました。現在2月8日の20時28分なんですけれども、今回はね祭りポイント2倍でクロマシリーズの残りの武器種が来てくれたので性能を確認していこうと思います。まずはハンマーですけれども、黒煙属性のリーチ長のスキル枠拡張っていう感じ、そして続いてランス、こんな感じですね。続いて川柳痕、そしてヘビーボウガンということで、こちらね、僕貫通弾が打てなかったりとか通常にも打てなかったりとかっていう感じで、まあどうなのかなみたいな言ってたんですけれども、属性弾がね全部打てるよっていう風にコメント欄で教えてもらって、あなるほどなと思って、まあ属性を打つっていう方がねどれくらいいるか僕には分からないんですけれども、属性弾がねしっかりと打てますよっていう、そういうヘビーらしいです。作りたい方はぜひ作ってみてあげてください。続いてバレンタイン限定イベントでメゼポル探検隊が追う絶対に溶けないチョコレートは実在したということでね、メゼポル探検隊、あるある探検隊みたいな感じですけれども、今回はね片手剣が作れるイベントになってるみたいなんですが、2月の20日まで2週間の開催ですね。またなんかこう女性ハンター限定クエストだったりとか男性ハンター限定クエストだったりとかっていうのを経由しなきゃいけないのか、なんか僕よくわかんないんですけど正直。あ、なんか書いてありますね、男女ペア限定っていうことで、男と女のキャラクターでパーティーを組まないとこのクエストにはいけないのかな。でそれでこの片手剣をね作れるようにするみたいなんですけれども、クエストこんな感じ。ハンターランク2が貯鉱石3個フルフルベビー1個、落葉石2個、こっちが女性ハンター限定のクエストで、男性ハンター限定のクエストは貯鉱石3個特産キノコ2個蜂蜜2個の納品で、ポルタブラウニーってのを女性ハンターの方からもらっていかなくてはいけないと。そしてこのクエストをクリアしてミドガロンを討伐して狩り場でアピールをしてあげれば、ラブリーアイルっていうのが作れるみたいなんですけれども、性能がこちらですね。攻撃力777、炎属性1200、リーチ長で猛進強化、性能がね酷似している片手剣がありまして、岩礁鎧剣プレナイトっていうね天守グラビモスの片手剣が攻撃力784、火属性1300、爆破500、猛進強化、リーチ長っていう感じで、本当に似たような性能してるんですけど、はっきり言ってグラビモスの片手剣の方が僕は強いと思います。グラビ片手の方がまあ多少なりとも倍率は高いですし、爆破でのひるみだったりとかね V 破壊だったりとかって結構重宝するかなと思うので、まあこれね欲しい人は全然いいかなと思うんですけれども、別にいらないなって人は定位グラビの片手剣でまあこと足りるんじゃないかなと思いました。そして今週のお得クエスト&ブースト情報ということで見ていきましょう。転移の調査依頼がアノルパティス、ボガバドルム、グラビモスということで、ボガバドルムとグラビモス新登場ですね。こちらしっかりとやっていきたいなと思います。そしてフィーチャーベポンこちらとなっておりますのでご確認ください。そして秘伝書コース、秘伝防具強化週間ということで、いつもよりも魂と樹と勲がいっぱいもらえますので、秘伝書コース入れた時限定ですけどね、まあね秘伝カフがめちゃめちゃ強いっていうのはね先週分かりましたのでね、秘伝書コース入れて紙集め頑張ってる方も多いと思いますので、ぜひこちら活用してあげてください。そして公認ネットカフェ、毎日ブーストタイムプラス1回天守タイクンザムザ狩猟解禁キャンペーンということで、12時間で最大12000ポイント。まあこれはいつも通り。そして毎日ブーストタイムプラス1回。これはなかなか嬉しいんじゃないかなって僕は思うんですけれども。でそれから GRP、GZ に大量獲得できるクエストを配信と。1週間限定ですけれども、毎日ブーストタイムプラス1回っていうのが、まあこんな感じで受け取れるみたいなので、僕も最近全然ねカフェ行ってないんでよく覚えてないんですけど、とりあえず1回はブーストできるんだよね、1日1回ね。でそれが1回プラスされてるっていうことなのかな、ぜひ活用してあげてください。そして金ピカ小判寺ステップアップくじにフィーネシリーズが新登場ということで、こちらですけれども、ガードや回避で自身を強化せよ、
武器の見た目がすげえかっこいいなっていうふうに思うんですけれども、そして、アルフィーとサイネが今週いっぱいまでとなっておりますので、一つずつ性能を見ていこうと思います。まずはフィーネですけれども、なんか見た目が雪ミク、2016年だかの雪ミクに僕は見えるんですけれども、でそしてね性能こんな感じですけれども、頭の私服銃だったりとか、ガンナーの方弾丸節約術プラス銃だったりとか、攻撃銃だったりとかバッチリ入っておりますので、なかなかいい防具なんじゃないかなと思うんですけれども、まあ獅子粉塵もねちょこちょこ入ってますし、手だれなんかも入ってるんでね、まあ装備組んでる時になかなか重宝しそうだなっていう感じの防具です。でまあ今回から課金の武器なんか一新したみたいで、 FZ 生産権っていうのをね使うやつになったみたいなんですけれども、片手剣がこんな感じの性能、これなかなかいいななんていうふうに思うんですが、双剣がこんな感じ、続いて体剣で、それからタッチで、ハンマー、狩猟笛、ランス、ガンランス、スラッシュアックス、川柳痕、マグネットスパイク、マグネットスパイクかっこいい、これ王冠みたいで、ライトボウガン、そしてライトボウガン、ヘビーボウガン、ヘビーボウガン、弓と、基本的に炎属性と風属性っていう感じかなと思うんですが、スキル枠拡張なんでね、なかなか使いどころあるかなと思うので、風属性の片手剣なんてのはフェイトコラボのアストルフォの剣とかぐらいしかなかったような気がするので、有用なやつがねそれぐらいしかなかったかなと思うので、まあ一応ね FZ 生産権出たら作れるように取っておくだけ取っておこうかなとは思います。そしてアルフィーの性能こんな感じですね。まあだいぶ肩ブルにも見えなくはないですが、まあまあまあ引きたい方はぜひぜひ。そしてサイネの性能こんな感じです。体状体状が10入ってますけれども、まあ欲しい方はぜひ引いてみてあげてください。こいつらね正直あんま強くないんでね、でしかもめちゃめちゃ長い時間ガチャにいたのでちょっとさらっと見ちゃいましたけれども、まあこんな感じです。そして来週の木曜日2月14日の5時から14時までカプコンオンラインゲームズのシステムメンテナンスがあるみたいです。一応ログインしとけば大丈夫みたいなんですけど、ログインをねこの時間にすることはできなくなって、一度ログアウトしたらまた再ログインするには、まあこのメンテナンスが終了する時まで待たなきゃいけないみたいなので気をつけてください。対象のページはまあこんな感じみたいなので気をつけてください。そしてこちら先週から来ている毎週挑もうよみがえりし漆黒の闇、音のシリーズのね外装剣が手に入るクエスト、毎週1回だけクリアできるっていうクエストなんですけれども、こちらね先週音のシリーズの外装剣が1枚手に入るって言ったんですが、メインの報酬とサブの報酬で2枚もらうことができますので、そちらねちょっと僕先週1枚だけしか手に入らないって言ったんですけれども、2枚手に入るみたいです。コメントで指摘いただきましたありがとうございます。僕もね実際先週やったんですけど、いやめんどくさかったなというか、ディアブロスアッシュね落とし穴が効かないので、そこちょっと注意ですね。僕はあの落とし穴でずっとやっててなんかかかんねえなって思ってね、シビリアナでやったらちゃんとできたので、シビリアナでね捕獲をやってあげてください。そしてニーヤオートマタとのコラボまた来ました。ガチャ防具欲しい方はガチャ引いたり、クエストまだ行ってない人は行ったりとかしてあげてください。ということでだいたいこんな感じでございました。今週は秘伝強化週間なので紙集めやるのもいいし、入魂祭なので入魂もしなくちゃいけないし、守衛戦なので歌玉も集めなきゃいけないしっていうことでね、なかなか詰め込まれてる週なんですけれども、まあ全部いっぺんにやる感じでね、一石三鳥四鳥で頑張ってみてあげてください。ということで今週はだいたいこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイバイバイ。